カール・フォン・バイエルンは、バイエルン王国の王族、軍人。全名は、カール・テオドール・マクシミリアン・アウグスト。陸軍元帥。バイエルン王・マクシミリアン一世の次男。1795年7月7日、バイエルン選定校、マクシミリアン四世ヨーゼフと、その最初の日であった、ヘッセン・ダルムシュタット・ホーハク・ゲオルク・ビルヘルムの娘、アウグステ・ビルヘルミーネの間に、 第五子として、マンハイムで生まれた。マクシミリアン一世が、アウグステ・ビルヘルミーネとの間に設けた最後の子である。1813年からの解放戦争にはカールは、はじめ陸軍少将、後不評大将として参加した。1841年に、陸軍元帥及び、バイエルン陸軍総監に、1860年に、ドイツ連邦の第七軍の司令官に任じられた。 1866年の広島戦争において、カールはバイエルン軍を指揮した。1875年8月16日、カールはテゲルン税で死去した。ミュンヘンのプリンツレゲンテン通りにあるプリンツカール宮殿は、カールが住んでいたことにちなんで名付けられている。カールは、生涯に二度結婚しているが、共に帰戦結婚であった。 最初の妻は1823年10月1日に結婚したマリエアン、ソフィー・ペトンで彼女との間には以下の惨状を設けた。彼女に対しては結婚と同日付でベイスターフ男爵夫人の称号が与えられている。二人目の妻は1859年5月7日に結婚したヘンリエッテ・ショーラー・ホン・フランケンバーグで彼女との間に子供はいない。ありがとうございます。